いっちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回はですね、このツインモーションで今とあるねマンションの、まあ、ツインモーションデータを開いているんですけども、いつもツインモーションを触っている背景がなんか少しちょっと違うと思えませんでしたか？そうなんですよ。こうやってちょっと見てみたらわかるんですけども、基本的にツインモーションというものはここからね、このロケーション行って、このバックグラウンドっていうところからね、こういうのをいろいろ選ぶわけですけども、これとは別に、まあ、これ以外でですね、実は自分で好きな背景を選択することができるんです。はいはい、これ、ね、多分皆さんあまり知らない方いらっしゃると思いますので、こちらの方を今回は解説していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということで早速なんですけどやっていきたいと思います。まずこれは何かと言いますと、タイトルにも少し入っているかと思いますが、これ実はスカイドームというものです。はい、スカイドームってなんやねんって言いますと、ちょっとねこれ引きます。引いて引くと、はい、これ全部のツインモーションの世界ですね。これ本当だったら背景はここにあるんですけども、とあるねこのドーム状のものを入れまして、でそこにマテリアルが貼られているものですね。この360度の写真あるじゃないですか、 HDRI なんとかみたいな、そちらの方をね、テクスチャーを、貼り付けてようと貼り付けると、こんな感じで写真のようなものが出来上がります。はい、これを背景にすることでね、いつもだったら例えばですよアルパースに行きますと、こういうところ行きますとね、こういった周辺の建物があって、こうやって見切れたところに山があったり、まあ綺麗なコマちゃうわ、空がね広がってたりすると。はい、こうすることによって一気にリアルさが増すということなんですけども、まあ実際ね今回のこのパースに限っては、この周辺建物を白模型と言いますか、真っ白でテクスチャーを何も貼り付けていませんので圧倒的な CG 感がありますが、全てもし作り込んだ時にね、この背景をこの HDRI でね360度のスカイドームで作成しておきますと、もっともっとリアルにできますので、ぜひ皆さんこちらをお試しくださいということで、すいません、もうこれなんか終わりみたいな感じでやっちゃったけど、はい、早速これのやり方を教えていきたいと思います。これね普通のままだと、初期設定のままだとこのスカイドームどこにもありません。なのでまずは、はい、ということで、はい、こんな感じで今来たんですけども、はい、こちらね、これ今ダウンロードってあるじゃないですか、これなんやねんって言いますと、これ実はエピックゲームズですね、あのツインモーションの本社の方ですね、会社の方が、このツインモーションとかで使えるスカイドームを、無料配布してくれてるんですね。だから皆さんこちらの URL 今概要欄に貼っておきますので、そちらからこちらのダウンロードぜひしてみてください。はい、でそこからですね、ダウンロードしたいいものの、これをどうやって使うねんということなんですけども、まずですね、何でもいいのでこうやってファイルを開けてください。でファイルを開けましてですね、まずダウンロードっていうところにおそらく今保存したものがあると思いますので、そちらをですね、このこれ Mac の方はすいませんね、あのドキュメントかどこかに絶対ツインモーションっていうのが入ってるはずなんですね。でこのツインモーション、今回ちょっと 2020.2 ですね、最新の方、こちらの方をクリックしまして、でこのユーザーライブラリーってありますね、このユーザーライブラリーをクリックします。でこの中にもうこんなんいらんね、これ多分ミスってるやつ、はい、僕はもう入ってるんですけども、先ほどダウンロードしたものがね、このドーム123っていうこの TMI っていうね、こういうファイルで保存されていると思いますので、こちらの方をねダウンロードからドラッグ&ドロップでこちらに保存していてください。はい、でこれをし終わったらですね、もうあとは OK です。あとは戻って、はい、こちらね一旦消しておきますけども、この状態からこの三角ですね押しまして、ユーザーライブラリーの場所皆さん知ってますか？この一番最初の、ライブラリーのところに行きまして、一番下のユーザーライブラリーです。でここに先ほどねこちらのファイルでありました、はい、データこれ今僕は5つ今あるんですけども、この5つ全部ねここに、ここと同期してあると、はい、そういう感じでございます。なので例えばこんな感じでドーム1をパッて置きますと、こういうスカイドームが出てくると。でまあこのままだとちょっと小さいっていうので、ね、はい、こんな感じで広げてみたりしてやるわけですね。あれと、
このままだと今これにある初期設定のスカイドームの初期設定のマテリアルしかないじゃないかと、そういうふうに思ったかもしれないんですけども、はい、そういう時はもう普通にですね、以前紹介しましたマテリアルのね、好きなマテリアルの入れ方みたいなね、プペルとか入れましたけど、そちらと、同じ作業をしていきます。このモアを押しまして、テクスチャーの部分からオープンします。でオープンで、今最初に絶対ねこのツインモーションのところ開かれると思うんですけども、まあここからは、ご自身が保存したこのマテリアルね、360度のマテリアルを貼りたいと思います。で、はい、ここでなんですけども、まだねこれのマテリアルはどう作ったらいいねんとか、どこで保存したらいいねんっていう風になるかと思いますので、そちらの方も紹介していきます。はい、最初からありましたけど、こちらの方ですね、無料高解像度 HDRI っていうね、こういうのがあります。こういうサイトがね結構調べたら出てきます。はい、こんな感じで出てきますので、こう探してなんかいいのないかなと、でダウンロードしまして、その状態でダウンロードしてテクスチャーあるところに保存して、でそこから、はい、先ほどの僕ので言いますと、ここ多分モザイクなんですけども、こうやってダブルクリックしますと、ちょっとね少し重たいのでこう待っておくと、はい、こんな感じで今先ほどのマテリアルになりました。はい、でこのままだと少しまだ綺麗じゃないので、ちょっと色合いをね調整してあげたりして、先ほどみたいに大きさをちょっと変えたりして、でどの価格がいいかなみたいな、もうこうやって試した状態で、これさっきよりこっちの方が綺麗かもなとか、まあそんな感じでやっていけば、よりねリアルなマテリアル、よりリアルなパース CG 動画を作成できるのかなと思います。でここら辺ちょっと太陽の調整とかいろいろね少しややこしいんですけども、これをご自身で、しっかりとね角度であったり日時であったりを調整しつつ、ご自身の都合のいいようなというか、ご自身の好きなようにぜひパースや CG 動画を作っていっていただけたらなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。スカイドームね、普段だったら僕でもフォトショップの最近できました空の置き換えであったりとかを使って編集していたんですが、これを知ってから僕はスカイドームをこうやって入れて、マテリアルをね外から取ってきて、合うものがあればねこういう感じで貼り付けて、よりリアルなパース作りを心がけております。ぜひ皆さんもこれ使ってみてください。はい、ということで今回の動画が良かったよとかためになったなと思った方は、高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。